それではですね、除染の目標の緩和、そして健康管理、健康調査の在り方に関する、政府交渉と集会ということで始めます。ですね、今日は、主催がですね、放射線被曝と健康管理の在り方に関する市民専門家委員会という長い名前の委員会です。今日崎山先生とか吉田さんが見えていますが、FOE ジャパンとフクロウの会で、運営しておりまして、全部でその市民専門家、医療関係者ですとか、あるいはその、被災当事者の方が加わった形でですね、11名からなる、委員会を作っております。でそこでですね、放射線被曝ですとか、あるいは健康、調査の在り方について、政府が出しているその報告、あるいは検討結果をレビューしたりしてですね、なんとかこう市民目線からこう政策にインプットをしようという目的でやっております。でその委員会が、主催です。それでですね、今回この、政府交渉と集会を、企画した意図なんですが、皆さんご存知のようにこの間というか、もうこのところすごくたくさんいろいろな動きがございます。で、まずですね、このところ進められている福島県県民健康調査、県民健康調査ですね、管理が取れたんですね、県民健康調査の委員会、そしてその甲状腺の評価部会においてですね、いろいろと由々しき状況になってきています。で、ご存知のように子どもたちの甲状腺がん疑い含めて89例ということになっておりまして、そのうち50人の子どもたちが確定している、そういう状況ですね。でかねてよりその福島県立医大側はですね、事故との因果関係はないということで否定してきたんですが、だんだんそうも言っていただけないような深刻な状況が明らかになりました。リンパ節への転移が多いということをですね、鈴木教授が認めたということがありまして、一体これは院側からですね、そもそも過剰医療なんじゃないかというような指摘がありまして、それに対して、反応するような形で、いや非常に深刻な状況が多いと、リンパ節への転移というようなことが明らかになってきたんですが、その、じゃあどのぐらい多いのかとか、そういう情報は未だ開示されていない状況です。でそれからもう一つはですね、先般、6月15日にですね、福島市で、福島市と伊達市と相馬市、郡山市と環境省による、除染に関する有識者との意見交換会なんかが開かれました。でその場でですね、除染に関する、4市の経験などが共有されたんですが、基本的に市民の傍聴ができないような場で、専門家との意見交換会というものが開催され、で、そこでですね、個人占領系によるその、占領管理というものと、その外部の、占領との因果関係、相関関係ですか、が、評価されまして、今までその除染の目標として、長期目標として年1ミリシーベルト、空間占領率で 0.23 マイクロシーベルトパーアワーということが、目標とされていたんですが、この空間占領率の方ですね、 0.23 マイクロシーベルトパーアワーという方を、これは目標ではないということで、じゃあ目標は何なのかっていうのは明らかではないんですが、今まで目標だと、していたものが緩められてしまって、曖昧にされてしまっているされるようになりました。で今日はですね、この除染の目標の曖昧化、そしてこの甲状腺がんで明らかになってきたいろいろな事象、そして、環境省が、甲状腺の初期被曝、甲状腺に対する初期被曝の評価なんかに関しても非常にこう、環境省の見解としてですね、問題のあることを、ウェブページなどで公開しているので、そこに関して、環境省の認識を、
聞くというそういった趣旨で開催いたしました。盛りだくさんですね。大丈夫でしょうか。私も喋っていて何のことだかだんだん分かんなくなってきたんですが、つまり、ですね、テーマは2つです。女性の目標の、曖昧化ですね。女性目標の曖昧化に関して、そして健康調査の在り方について大きくは2つです。で、1つ目のこの女性の目標の曖昧化ということに関しては、じゃあ女性をどうしていくのかっていう、当然のことながらそういう議論もあると思います。ただ今回はですね、女性をどうしていくかまではちょっと踏み込めなさそうなので、この個人被曝線量の管理っていうものが一体どういう意味合いを持つのか、そこら辺を私たちとしては問うていきたいと思います。で、私たちのその、結論としては、やっぱりその今官邸が掲げている場の占領から人の占領へということを言っているわけなんですが、これは、被爆の過小評価につながって問題が多いものかというふうに考えているんですね。で、占領の管理というのは依然として重要であって、それに加えて必要であればその人の、人が受ける被爆占領の管理というものが重要になってくるという、そういった二段前が必要なのに、今その場の占領というものを無視して人の占領に置き換えようとしているんじゃないかという懸念があります。で、そのことに関してですね、福島老朽原発を考える会の青木さんからですね、解説をいただくことにします。じゃあお願いします。皆さんこんにちは、青木と申します。私からはですね、個人占領権を、除染基準に使うことの問題点ということでお話をさせていただきます。それでこのお話はですね、今日の後半 の環境省との交渉の、中でですね、質問事項が資料1という形で配られておりますが、それのですね、2ページの下からですね、6月15日に福島で開催された意見交換会を踏まえて下記の質問を追加いたしますということで、質問項目が3ページに書かれておりますが、若干技術的な話があります、専門的な話がありますので、その辺に関連する、その質問の中身に関連するお話だということです。それでちょっとおさらいになりますが、個人占領権、最近ガラスバッジも一般的になりましたけれども、と占領権何が違うのかということをここで、表にしてみました。で、こちらが占領権、いわゆるサーベイメーターと言われます。これは使い方、目的としてはここにありますけれども、測定器を持ってって、その場所ですね、そこの空間占領率というふうに言いますけれども、占領を測ると。ですからこれは場の占領を測るという形になります。で、それに対して、個人占領権、ガラスバッジですけれども、これはですね、本来は、放射線業務従事者ということで、病院なんかですと X